はい、こんにちは、柔らかセールサポーターの松尾かなです。今日もよろしくお願いします。今日の内容はですね、ご契約をするときに不足している、2つの〇〇についてお伝えしていきたいと思います。よくですね、1人当たり、ご契約10万、20万、30万、50万、100万とですね、単価を上げていくと契約率が下がるんじゃないかと思う方が、多くいらっしゃいます。で、実際はですね、そういった単価を上げてご契約がですね、契約率が下がるっていうケースもあるんですが、結構多いのがですね、ご契約をする際に、今日お伝えする2つのことをしっかり、伝えたりサポートしていない、これが原因の場合もとても多いです。なので、このことについて今日はお伝えしていきたいと思います。まずその2つの答えっていうのはですね、情報と能力です。1つ目のですね、情報っていうのは何なのかと言いますと、あなたのですね、業界の全体の情報とあなた一人個人のですね、個としての情報、この2つをですね、お伝えしていないことが理由にあります。具体的に言うと、例えばあなたがですね、婚活のコーチだとします。婚活のコンサルとかコーチだとします。すると、婚活業界ですね、伝えた方がいいのは婚活業界の全体のですね、全体の業界の情報です。どういった情報かと言いますと、その婚活業界には、こういうサポートをしている人がいますよ、こういうコーチがいます、コンサルがいます、セラピストがいます、こういうサポート機関がありますよ、公共のサポート機関とかですね、こういった、婚活に関するその業界で、サポートしている方がいろいろいるかと思うんですけど、そういう業界の、情報ですね、その全体の情報をまずお伝えする必要があります。で、そしてですね、あなた個人ですね、その業界の全体の情報とその中にいるあなた個人のこのあなた自身の、強みとか魅力とか、そういった、商品の、情報ですね、この、双方をお伝えしていくことが重要です。で、もしかしたらですね、こんなことを感じた方もいるかもしれません。その業界のことをお伝えすると、自分のこと、自分の商品をご契約してもらえないんじゃないかとか、こういうふうにですね、不安に思って、よくあるのはですね、あなた自身の強みとか商品の紹介はするけど、この業界全体の情報を伝えない場合って結構多いんですよ。それは恐れから来たりしますよね。ご契約率が下がるんじゃないか、自分以外の人を選ぶんじゃないかと思う人も多くいらっしゃると思うんですけど、これは間違いです。実際には、この業界全体のサポートの情報を、伝えて、その中でもあなたは、どんな強みがあって商品を提供しているのか、そしてそのあらゆる業界の、方々とあなた自身は、どう違うのか、このあなた自身を選んでもらう理由は何があるのか、このですね、双方の2つがですね、情報がないと相手はですね、心の中で、もっと他にもいい人がいるんじゃないかななんて、思って契約しないっていうケースが、あります。言葉には出しませんが、心の中ではそういうふうに思っている人って結構多いんですよね。なので、そういった2つの情報をお伝えしていくことがとても重要です。これが、情報ですね。で、最初にお伝えした、能力ですね。あと能力はどんなことをお伝えしたりサポートしていけばいいのかと言いますと、まずですね、あなたと契約を、しないと決断する人はですね、そもそもあなたと契約をした方がいいのか良くないのか、この判断をする能力を持ってない人っていうのも結構多いんですよ。例えば、クライアントさん、そのあなたがですね、ご契約をしたいなと思う人の相手がですね、その人が自分で整理する、思考を整理する力がなかったりですね、あとは言語化能力がなかったり低かったりですね、あとはですね、自分で解決したり判断する能力が低かったり、こういった方々ってクライアントさん、見込み客の方にとても多いと思うんですけど、そもそもですね、相手の言語化とか思考整理、このサポートをしっかりしてあげないと、しないとですね、契約率のはかなり下がってきます。なのでまず、相手の、まず悩みとか解決ですね、そういった、サポートをこういうことできますよっていうのも、伝えるのも大切なんですけど、あなた自身と契約をする
ためにですね、相手の思考を整理したり、言語化をサポートしたり、その結果あなたと契約をした方がいいと判断する能力、そういうふうにあなたと契約をして解決していった方がいいと思う解決能力、こういったものをですね、サポートをしながら、関わっていくというのがとても重要です。はい、今日お伝えした内容はいかがだったでしょうか。相手とですね、ご契約をするときに、サポートしたり、お伝えする、内容ですね、情報と能力をお伝えしていきました。こちらの方ですね、ぜひ参考にしてみてください。で、今日お伝えした内容でですね、後半でお伝えした、思考整理力とか、あとは言語化能力、自己解決能力、自己判断能力ですね、こういったものをそもそも高める能力、これをもう自分が持っていませんよと、相手をサポートする以前に自分がそもそも持っていないと思う方もいると思います。こういった時にですね、とても、役に立つのがセルフコーチング力です。セルフコーチングっていうものは、私が開催している柔らかセールスコーチ養成講座でもお伝えしていますが、興味がある方はですね、ぜひこういった能力を高めるっていうものを おすすめします。はい、今日お伝えした内容以外に、商品作りとかセールスのこと、集客のこと、こういったノウハウ情報をメルマガでお伝えしています。あとはですね、先ほどお伝えした脳科学心理学を使ったセルフコーチング技術とかですね、こういったこともお伝えしてますので、下の、登録ボタンありますので、ぜひメルマガにご登録してみてください。はい、それでは、メルマガや他の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。